文明元年1264年8月、日蓮大聖人は病状の重い母上を見舞いに故郷小湊に帰られました。母上は息を引き取られた直後でしたが、大聖人の一心のご祈願によって奇跡的に息を吹き返されました。これを聞いた上総興津の城主佐久間兵庫守重貞は、日蓮大聖人を城に招き、屋敷内の釈迦堂で10日間の説法をお願いしました。この日の説法に感動した重貞と家中一同は、直ちに城下の者ともども法華経の信者になりました。この佐久間公屋敷跡に建てられたのが妙覚寺です。当山は大聖人直葬の寺で、釈迦堂、祖師堂、本堂と並ぶ大きなお寺です。大聖人は釈迦堂を佐久間公から送られた直後に光栄山妙覚寺と名付けたと伝えられます。この頃興津港一帯に悪疫が流行し、人々は苦しみました。その時大聖人は布にお題目を書き、船の共に結びつけ、海上を引きながら祈願しますと、たちまち悪疫が退散したと言われます。その時の祖師の姿の木像が安置され、布引きの祖師像と呼ばれて、疫病退散の像として人々の信仰を集めております。文明元年8月、日蓮大